どうもワンちゃん大好きみやぞんです。そして私の愛犬ラブでございます。愛犬ラブともっともっと仲良くなりたいということで、この番組ではですね、初心者が考えがちなワンちゃんと生活していく上で思う疑問の数々をプロの方に直接お聞きして解決していこうと思います。キュウリとか好きですよ、はい、で僕が食べてるものに関しては一切寄ってこないんですけど、そのキュウリとあと鶏のささみ、わー大好きですね。さあ教えてくれるのはこちらの方です。はい、クオーカーウィズドックスヒロの川上弘之と申します。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いいたします。はい、今回のワンちゃんの疑問なんですけども、はい、あのワンちゃんを飼う上で欠かせないしつけ、これをどうしたらいいかっていうのをですね伺いたいなと思うんですけども、はい、正しい方法ってやっぱあるんですか、しつけの。そもそもあの子育てと同じようにいろんな方法があるじゃないですか。ありますよね。なのでこのしつけが正しいよっていうのはまずそもそも存在しないんですよね。飼い主さんがその犬とどうやって付き合っていきたいのかっていうその気持ちこそがやっぱ大事だと思うので、こんな風に犬と生活をしたい、だからこそこんなことやっていきましょうねっていうご提案はできるんですけども、はいはい、逆にどんなことやりたいのかは本当その方次第。ちょっとまず僕どんなしつけをいつもしてるかっていうのを見てもらっていいですか。はい、はい、お願いします。まあ、基本的には座れの状態ですよね。はい、で、あとは、はい、タッチ、はい、はい、いい子、はい、ヤラブ、伏せは伏せ伏せ、はい、待てよ、はい、いい子こういったところでしょうか。はい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 、いや、素晴らしいです、素晴らしいです。そうですね、そのしつけで言ったら僕も、はい、あのこんな立場でやらせていただきますけども、基本的にそんなにこう多くの方やってないんですよ。例えば、まなちゃんダウン、まあ、ダウンがここに待ってる状態ですね。この時に例えば飼い主さんが僕に集中しててほしいよと思ったら、まあ、よく待て待てステイだよ待て待てだよ、やりますやりますよね、はい、ってなるとこれって犬の中でも緊張感が生まれるんですよね。なので大きな声で待てっていうのは、うん、僕は必要ないかなと思っていて、はい、確かに人間も命令口調とか嫌ですもんね、うん、そうですよね。ワンちゃんも一緒なんだな、はい、あの次はですね、初心者の方なんかはあのトイレのしつけとかってすごく気になるじゃないですか、はい、ちょっといい方法教えていただけたらなと思います。そうですね、はい、それこそこういう、トイレシーツですね、はい、ちょうどここに用意してあるんですけども、あります、はい、もう慣れてる子だったらここでそのまんま、できる子はもちろんいると思うんですけども、はい、それこそ初めてこれから犬を飼うよとか、はい、子犬ですとかいうので室内でこうトイレでさしたいって場合は、はい、こういったトイレシーツを、まあ、たくさん用意していただいて、はい、そこをこう、まあ、もしあの初め不安であれば柵とかでですね、こうサークルでこう囲って囲っちゃっていいと、はい、囲っちゃって大丈夫ですね、はい、でその状態でこう犬を中にポンと入れてもらいますと。でその時にこうよくあるんですけども、ずっとこうやって見てると犬も緊張してなかなか出ないんですよね。人もそうですよね。まあなんとなくこう他のことしながら、うん、ちょっと横目で見てあげるような感じでいて、で初めてこうその時にもしトイレがジャーってしたら、はい、その時になんかこういったものをこう用意していただいて、ここからワンツーで終わったら、はい、ご褒美あげるというのが一番こう分かりやすいんですね。あ、おしっこしたらおやつあげるんですね、はい、そうなんですよ。でも今ラブちゃんこうやってこっち見てますよね、はい、これを持ちながらこうやってずっとトイレのところにいるとトイレやっぱしないでこっちに気持ちがいっちゃいますよね。いってますね。そうですよね。なのでできればこういうものはどっかこう違うところに置いといてもらって、はいはい、で犬がトイレが終わった瞬間にあげるって形がベストです。そうなんですか。なんかよく部屋中にこれをシートを引いて、はい、でしたところがもうしたいところだから、はいはいはい、ちょっとずつ減らしていくあっていう、ありますね。それもすごくグッドです。あ、グッドです、はい、僕それやったんですよ。はいはいはい、わかりやすいですよね。はいはいそしたらあの僕本当の話で全部やったんですね。はいはいはい、で、まあ、ここはしないだろうっていうとこなんか3か所ぐらいしかなかったんですよはいはい、はい、そこにした場合はどうしたらいいんですか。うちの子したんですよ相当な確率ですねそれは、はい、でもそういった場合は今度よくあるんですけども、結構飼い主さんが慌ててあーなんでしちゃったのって言って怒る方言っちゃいました。あーなんでここって言っちゃいますね。ありますよね、はいはい、そうすると今度飼い主さんがいるときにしたらなんか嫌なことが起きると思って飼い主さんの前ではしなくなっちゃうことが結構あるんですよね。そっか、はい、え、じゃあうちの子は外でしかしないんですか。はい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 、そういった原因もあるんですか。あ、それもあると思います。そのおしっこしてる最中に、まあ、コマンド別にあのワンツーとか何でもいいので、はい、言葉をかけてもらってで終わったらおやつあげるという形でやると、はい、今度逆にワンツーワンツーって言われると犬がしたくなるんですね。なのでそのワンツーの言葉でトイレを促すことができるのでそういったこともおすすめです。そっか、はい、おしっことか、はい、おしっこするとっていう言葉でもいいんですね。あ、そうです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 。
プロの方はそれをワンツーとかって言うんですか？ワンツーって言いますね。盲導犬なんかでもワンツーって言ったりするんですけども、はい、知らなかった。ワンツーでも確かにいいですもんね。そうですよね。ちょっとおしっことかちょっと言葉的にね言いづらいこともあるので、じゃあよかったらラブちゃん、はい、実践してみましょうか。わかりました。はい、ワンツーってあんまり見ないようにして、そうですね、ワンツーワンツーワンツーって教えるわけですね。そうですね。で、しました。はい、ワンツーって言ったら、そう、お利口だねーって言って、お利口できたって言って、僕は食べた時ないんですけど、はい、めちゃめちゃうまいやつですよ、これ。はい、ワンツーオッケー、偉かった。はい、行こう行こう行こう、はい、行こうってやると、そうですね、あ、ここでおしっこすると褒められるんだな。そうなんですよ。分かってくるので、だんだんこのワンツーって言葉がとてもいい言葉に聞こえてくるんですよね。そう、はい、人間もワンちゃんも褒めて伸ばすっていうことですね、うん、大事ですね、それも。はい、はい、他にもちょっとしつけで気になるのがありまして、うん、あの無駄吠えした時の対処法、あ、はい、ピンポーンって来た時に、はいはい、ワン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 ってなったりとか、あれはどういうふうにしたらいいんですかね。そうですね、そもそもこの無駄吠えって言われてるものは、この無駄吠えっていうのはなくて、それぞれやっぱり犬にも意味があって吠えてるわけですよね。無駄じゃないってことですね。無駄じゃないんですよね、うん、そうなんですよ。で、多くの場合、そのピンポンってなってワンワンワンって吠える子は、はい、それこそこう自分があの番犬としてちょっと警戒をして、あの頑張ってる子がすごく多いんですよね。特にあの家庭犬、あの小型犬でマンションで飼われてる方とかすごく多いじゃないですか。多いです。そうするとこう、あの飼い主さんをこう守ろうとして、わわわわわって、誰だお前はっていうので、ちょっとこうあの退治しようとしてる子っていうのも最近すごく目立つなっていうのは感じます。そうなんですか。まあ、宅配の方がピンポンしてわわわわ守ろうとして、はい、入ってきた瞬間にいきなり懐くっていうパターンもあります。ありますね。それもありますよね。この子本当そうなんですよ。はい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 、だから番犬にはならないなと思ってるんですけど。そうです。いや、でもそうなんですよ。ここでよくあるのは、カニさんこう、はい、あー、宅急便屋さんだって言ってバタバタしちゃって、はいはい、その雰囲気を感じ取って、何かよからぬことが起きると思って犬が吠えるんですよ。あ、そうか。じゃあもうピンポン来て宅配とか来た時にはもう、うん、こっちはもう全然安心して、あ、教えてくれてありがとうぐらいの、はい、うん、のとか、吠えないのじゃなくて、はい、うん、あーってやれば。そうです、そうです、そうです。なるほど。そうなんですよ。そしたら宅配の人も嬉しいですもんね、うん、笑顔で出てきて。はい、いや、そうなんですよね。お互いいい時間を過ごせるじゃないですか。もちろん犬もそうですし、そう、はい、犬にはそういう効果もあるんですね。そうですね。ありがとうございます、川上さん。勉強になりました、はい、ありがとうございます。今日も習ったことをですね、忘れないように歌にしてみたいと思います。それではいきます。ワンちゃんの静け方、あんまりしつけと嫌がられるよ。